はい、こんにちは、ビッグボーイです。2020年4月10日解禁ファイナルファンタジー7リメイク本編、早速やっていきます。止まれ、何者だ。出番だ。体験版でここの戦闘1回やったけど、おとなしくしろ。オープニングにちょっと新しい映像が増えたね。何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。で、体験版やったはいいけど、ちょっと操作忘れてるかも。 ATB ゲージ、はい、動くと撃つ。好きにしろ。まるでコマンドね。そう、思いのほか戦闘は結構難しいから、序盤でしっかりと鳴らさんとね。悪くない。オッケー。お、あれ、マップなんて出せたっけ。今 L2 を押したらマップが出てきた。抵抗はやめろ。作戦通り。さすがっすね。ガードは回避。はい。まあ、ガードよりかはスピーディーに戦える回避を対応したいな。当然の。ああ。なんだその置き土産。なんかアイテムあったっけこの辺。あ、何これ。株式会社信頼建設、私たちが作るのは安心と信頼です。はあ、そうっすか。ブラック企業だと思うけどな。三角でアイテムを調べる。あ、ここにもある。手榴弾か。で、そうだ、ここに神羅ボックスがあって、神羅ボックスからはポーションとか、あと MP を回復する魔鉱石が見つかることがあると。まあ、ただの段ボールだけど。段ボールではないか。で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの。その人キャリアを捨てるわけ。名前なんだっけ。元ソルジャーだとよ。ああ、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっとめんどくさいやつかな。見た目がいいから許す。クラウドさん、頼っていいっすよね。もうめんどくさいやつなんだよ。まず顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がないっちゃう。っていうか、出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと。興味ないね。ウェッジ。高い金払うがっかりさせんじゃねえぞ。
特定の敵を狙う。はい、その辺も OK。 一度やったからね、ガンガン進めていこう。で、ブレイブモードのチュートリアルはこの後出てくるだろうけど、こっちの方が範囲が広いから複数の敵に有効であると。このガードハンド相変わらず硬いな。どうってことない。ここにボックスがあるでしょ。 A というあれまた来た。どうちょっとこの FF7 リメイクの戦闘の変わってるところは、敵にダメージを与えれば与えるほど ATB ゲージがどんどん増えていくので、通常攻撃を食らわせつつ ATB ゲージを貯めて強力なアビリティを発動していくと。これあんまりガードをつけてるのは良くないのかな。当然の結果だ。もうなんもない。 OK。 クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。バレットたちに続け。で、そうそう、この剣今緑に光ってるけど、後で好きなようにマテリアを剣にぶっ刺して発光させる、まあ、元から発光してるんだろうけど、カスタムすることができるみたいな。忘れるとこだった。シンラボックスがある。あ、ここにも。戦闘で結構手こずると思いのほかポーションを使うことになるということも分かったから、ちゃんと集めよう。いるぞいるぞ、任せた。相手にならない。全然可愛くないこのガードが。バーストしちゃおうね。仕切り直す。で、ブレイバー。これ流血表現があったら大変なことになるね、これ。まだいる。どうってことなんね。普通にみんなに置いてかれてるんだよな、ここ。4人全員先に行ってる。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。魔高炉は初めてじゃねえんだろ。俺を魔高だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーラは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。だいたいこの辺でクラウドに起こる症状うんぬんかんぬんは全部知ってるんで、なるべくネタバレしないように。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。気をつけよう。ちゃんと案内しろよ。せかすなよ。おい、ロック解除。
誰だ。閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。ここでモードチェンジ。相手は一人。ブレイブモード。させるなよ。集中砲火だ。行け。まあ終わりだ。ゲーン。あれ、またしても体力が結構減ってることに。お待たせ。気づきにくい。さっさと行くぞ。その声響く。後ろは集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。おい、ジェシーを待たせるな。このアバランチの分派っていう設定、オリジナルにあったかちょっと覚えてないんだけど、どうだったっけな。そんな話してたっけ。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い。俺たちは。おっと。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。あ？てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。
バレット操作。よく見たらバレットのこのキャノンにもマテリアが刺さってる。そこで見物してな。俺にかかれば楽勝よ。こっちだな。あ、このレーザーもタイミングを合わせればうまく避けれる。オッケー。こっちだな。ダートでダメージ半減ぐらいか。飛ばしてやる。あとどこだ？こっちだな。まあ、どうだ。で、こっちが高威力の弾を放つフュエルバースト。強すぎるそれは。でクラウドチェンジして。おお、ちょっと敵がよく見えないけど、オッケー。あとはそれはバレットにしよう。なめんじゃねえぞ。こんなもんよ。オッケー。今のどうだ。なんだよ、なんだよ。今のシーン、クラウドの階層体験版にはなかった。あ、待てよ、アイテムあったっけこの辺。まあこの辺見落としてもポーションぐらいか。クラウド、あそこ見て。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。